どうも、ポンシラです。今回は、昨日、本赤のガチパである、こんな感じの合体戦士パーティーで遊ぶ動画を投稿して、やっぱり今の合体は環境的にきついなっていう話をしてたんですが、僕はこの動画を投稿した後に、あることに気がついたんですよね。変にスーパー17号を入れるよりも、射撃カウンター持ちのウルゴジブルを入れた方が強いんじゃねってことで、こんな感じの純正合体で PVP をやってみたところ、一気に勝率が上がったんですよね。ということで、今回はレート最終日でもう30分くらいしか時間がないんですが、このパーティーで遊んでいこうと思います。さあ、なんでこういう時に限ってゴルフリーとか17号と当たらないんだ。まあでもゴジブル君の色は刺さってるんで活躍してくれるはず。さあよろしくお願いします。頑張っていきましょう。クイックタックから射撃打っておいて、通常で抑えておいて、ローゼ出してくるんか。ねえ、これ動かなくなったぞ。単発オッケー、釣れたんでアーツ行きまして、おーっと、これは止まんないんじゃないか。さあ射撃打っておいて、ここで補正外して殴っていこう。わ、セミ回んのか、マジか。まあいいや、カバチェン向こう無限につくんで、とりあえず殴っていきます。止まんなくね、これ。マジで止まんなくね、これ。大丈夫かな。いや、これ HP 半分までいっちゃうかな。いっちゃうか。まあしょうがない、ここは通常で抑えておいて、さあ特殊があるんでカウンターしましょう。ありがとうございます。ワンチャンベジブルでも飛ばさん、頑張れ。いや、いけるぞ。いや、いけるいけるいける、ほい最強。もうこっから負けることは多分ありません。やばい、2連回ひょみね。全然いいよ。さ、外してこなかったらゴジブル君いっちゃいますよ、これ。はい、両対応カバチェンからの理不尽必殺。はい、振り向こうのロゼでもしっかりぶち飛ばします。さ、キャラチェン回避しておいて、ここや。あー、危ねえ、なんか入った。さあコンボ取れたんで勝ちですと。ちょっとご飯とかゴルフリー17号と当たりたいんだけど。さあよろしくお願いします。お相手さんは GT にゴルフリーをぶっ込んでますね。さあ17号に対してはゴジブル君めちゃめちゃ強く出れるんで、本当に見ていてほしいです。オッケー、各班もらったんで、とりあえずベジットブル君で殴っていきましょう。これは再起までいっちゃうんじゃないか。さあ泥速2段階なんで打撃圧持ってきまして、落としていけると。オッケー、キエイ強い。あー、近づいてきてる。いや、もう無理、そこで回避読み決められたら。ただここはゴジブル君で受けれるって言おうとしたんですが、カバチェン向こうあるか。まあいいや、一回パイク出しておいて、手札破棄しておいて、ここでゴジブル君出そう。さあユニゲで受けれます。おっと、17号出てきた。これも止まるよ。はい、ここでユニゲ溜まっていきまして、さあ必殺打てます。オッケー、強いでしょ。打撃は振っておいて2連回避。いや、2連回避読みか、マジか。ただここはもう1回ユニゲ溜めれます。いいよ、硬いよ。まあ、引ってるからキャラチェンしたい。いや、それはカバチェンしよう。うわ、これちょっとミスったかな。ここでコンボ取られたらすごくまずい。クイックタックから跳ねます。オッケー。さあコンボ取れたんでベジットブルー君で殴っていきましょう。え、出て、なんで出してきたの、それ。死んじゃう、あるよ。さあここはメインで究極持ってきまして、ぶち込んでいきましょう。さあチビ悟空の待機回ってません。はい、さあぶっ飛ばしていきまして、手札吐き入れたんで、あの攻めたかったんですが、ちょっとやめとこうか。危ない、カウンターしたいな、これ。お願い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 。いや、これカウンター、あー、もう無理だよ。ただここはゴジブル君の両対応カバチェンがあるって言おうとしたんです。あー、でもこれユニゲあるじゃん。いや、それはパイクで受けよう。ライジング飛んでくる可能性あるんで。なんで外してきた。おーおー、入った入った入った。さあここパイクユリ属性なんでワンチャン落とせそうなんですが、はい、降参と。いや、ゴジブルのユニゲマジでヤバくないですか。本当に今の環境にブチブチに刺さってます。対戦ありがとうございました。よし、やっと来ました、最強3人詰め込みパーティー。さあ頑張っていきましょう。このパーティーに対しては
ゴジブル君めちゃめちゃ強く出れますって言おうとしたんですけど、なんかすごいキャラたち出してきたんだけど、復活フリーザとジレンいたんだけど、どういうこと？マジ？クイックタックいけない、単発痛くて、ああ怖い、強ジェル押さえておいて、なんで復活フリーザ出してきたの本当に。ちょ怖い、本当怖い、なんか怖いぞこの人。ああオッケーオッケー、通常で抑えて、通常でんかった、最悪や、にゃ気絶、おーおーおお、ちょ強すぎ、パイク出しておいて、ジレン強いな、打撃キャン振っておいて、こいつワンパンできない、おへへ、ワンちゃんワンパンできないかなこれ。いやでも貫突だったからなこのジレン、いやでもワンチャンあると思います、僕のベジブルも貫突なんで。さあ行ってくれ、いやいかんか、クイクタクいきまして、これは射撃打てる、よし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 、わ全体ダメージもすごいなこれ。さあ打撃打っておいて、ここはゴジブル君で殴っていきましょうかね。さあもう一枚引ける、オッケー優秀で、今ユニゲもミリ残しなんでめちゃめちゃいい感じで、コンボ取れたらめちゃめちゃで、いやこれもうメイン切っていいな、でコンボ取られてもいいんで強気に行きます。オッケー、コンボ取れたら普通に究極打っていきましょう。いや今のコンボ取られてたとしてもユニゲのカウンターで究極を打つことができたんでね。いやちょっと待って、あーまあ行こうとしたけど、でただここはゴジブル君の強いところめっちゃ出ます、ユニゲあります、あ怖い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 、カウンターしますよ、カウンターしたいですよ、痛いですよ、怖いです、じゃあせっかく交代してたのに、まあ、いやここはベジブル君で受けよう、あ終わりだー、ちょジレン強くねお相手さんの、噛み合ったしさ、あやばいなこれ、パイクで受けるか、ワンチャン耐えてくんないかな、いや強っ、いや止まってくれ、オッケー止まった、クリケタク行きまして面切っておいて、範囲特殊さっき使ったからぴょんぴょんしていいと思うけどな、危なくてアーツ消化しておいて、これは離れよう、痛くて、あ危なくて、ちょほんと危ない、タクラ当たってよくて、おお入れ込みだったらカバチェンするんですがカウンターされるけど、これお相手さんが必殺打ってきてもゴジブル君もカウンターできます。さあジレンが出てきたら、はい落とせる、オッケー、これがゴジブル君の強いところ、すごい今いる、あああああ、もうほらねこんな感じでお相手さんは何もできません。さあ特殊打つことによってまた必殺持ってくるんでカウンター使わせましょう。さあワンチャン必殺を、いや究極、あ待ってベジブル出しちゃった、焦って、そうだこいつ究極持ってくるんだラスワンだと、でも耐えないかな、うわっ危ねえ、アーツ消化しておいて、オッケー、場に使わせたけど場に回復されたな、いやでもさすがにこんだけいろいろ使わせたらさすがに勝ちな気するけどな。さあ離れよう、打撃は振っておいて、待ってこれドカバキになったのまずい、勝たないとまずい、オッケー危ねえ。さあコンボ取れたんでライジングで落としていきましょう、もう踏ん張りないよね、あれ踏ん張りあったっけ、ちょ忘れた、いや そもそも読まれる、ちょっとちょ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 っとラスワンご飯、ラスワンご飯、もうラスワンご飯が最強すぎるって、ちょやばい、えマジやばい、え外してこないかな、究極か、ちょっと待って本当にまくられる、ちょマジやばい、集中しよう本当に、跳ねてさっき回避、あとは俺に任せてくれ、オッケーカウンター、いやでもこれ究極あんじゃんお相手さん、ちょ集中しよう、クイックタックいって通常でいい、シェイ攪拌だぞ、落とせ、いやちょっとオッケー、でもこれユニゲ切れる、危ねえマジで、よしよしよしマジで、本当にもう10時50分で今さもうメンテ来る直前だったからさ、もうこれで負けてたら動画最悪だったよ、危ねえマジで。ということで今回は純正合体を使っていきました。
いや前回の動画で使った17号入りのパーティーは10連勝なんてめったにできなかったんですが、ゴジブルを入れた瞬間に12連勝くらいすることができたんで、もっと早くゴジブル君を信じるべきでしたね。まあ、今日から覚醒身勝手のユニフラも追加されるということで、使ってみたも後日出そうと思ってるんで、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこのくらいで終わります。では